Lesson 5. コヘレントな光と単一光子。ステップ1。紹介。introduction。なぜ信号、情報はオプティクルな信号、高額な信号にはエンコードするのでしょうかまあ、まずは光は速い。それが一つの重要なポイントなんですが、そうすると、真空と 空気とファイバーをちょっと比較してみましょう。まあ、これが皆さんは子供の頃から学んだ速さなんですが、基本的に 3×10 の8乗メートル per s e c 秒あたりの距離。ですが、屈折率によると,と、 他のものには光は遅い。普通の空気によると、それがどのぐらい遅くなるかは0.03%なので、基本的にそれも 2.997×10 の8兆。あまり変わらない。ですが、光ファイバーはガラスで作ってあるもの、あるいはプラスチックで作ってあるものなんですが、 そっちの速度は結構遅いです。それは、まあ、だいたい3分の2ぐらいになるんですが、ファイバーの中には速さは秒あたりには 2×18 乗メートルです。ですが、光も早もいんですが、もう一つは作ることは簡単です。あとはノイズにはあまり影響はしないこと。 で、えー、と光は昔から信号としては使ってるんですが、えっ、ー、と、前のレッスンには,には説明した通りで、でバンリーの頂上で、ででえっ、ー、と、火がから出てきた光も使ってたし、あとはナポレオンのセマフォーを使ってたし、で、あのちょっとだけ、えー、とオプティコファイバーのことを説明したんですが。で、バンーの頂上と、えっと、えー、とナポレオンのセマフォーと,としてはこれが、 直行の経路があるんですが、天気のいい状態しかで通信ができない。光ファイバーだったらそういう条件はありません。で、オプティコルファイバーが,がと世界につながってるんですが、これが海底,海底ケーブルの地図なんですが、現在、現代の,の,の海底ケーブルが 基本的に、ね、光ファイバーが入っているものなんですが、それが最初のの,のケーブルが,が100年前のもので、で,でと普通の,の電気の信号を取ってたんですが、もう半世紀ぐらいにこれがずっと、えっと、光ファイバーになってます。さて、光としてはどうやって区別にするか、どうやって作るのかをちょっと見てみましょう。まずは、と 一つの光のタイプなんですが、コヘレントではない光、インコヘレントライトなんですが、これが普通の環境に、空室とかにある光は基本的にインコヘレントライトなんですが、これが燃料を燃やすときには出てくる光とか、あのガスも温まると、それが 放出する,する光も、もうそれも,もうインコヘレントライトなんですか。で、これが簡単に作れるし、まあ、歴史的にも重要なんですが、これは基本的に古典的な光です。もう一つは、レーザーライト。皆さんはレーザーという言葉を聞いたことあると思うんですが、これ,これが stimulated emission なんですね。stimulated emission と,というのは、あの、 誘導放出なんですが、これもコヘレントなんで、これもまあ、半世紀くらいの歴史歴史しか持ってないんですが、今の時代と,としては作りやすいなんですが、これが、と普通の,のとで情報で技術としては結構革命,な革命的な技術だったでしょう。これが結構あの新しい 世界が生まれたのは、あの、レーズンの光は一つの重要なポイント。で、これも、あの、後天的な光なんですが、これが重要なんで、と、ジョン・ダーリングという、というと研究者が、彼はと、2020年には亡くなりましたんですけれども、彼は、と、第一回目の漁師革命と第二回目の漁師革命と,と,と説明してたんですが、 1> 第1回目は、えっと、トランジスターとレーザーで、あの、これがそれの元と言ってたんですが、えっと、これが第2回目の、の、の、量子化、えっと、革新、革命なんですが、これは、あの、量子コンピューター、量子通信の時代になっているんでしょう。それから3つ目の,のタイプは、単一光子の光なんですが、これは、まあ、 格子が一つずつ作ることなんですか。これが作りにくいなんで、まあいろんな手法があるんですが、一つの簡単な例は、えっと、アテニュレーションをかけら,かけられていると、レーザーの光なんですか。あともう一つは、ヘローデでフォトンズの種類を作れる。